分で紹介警告の話題。大型チェーン店のハンバーガーを食べたら5センチの赤い虫。今月25日に大型チェーン店のハンバーガー2つを注文。30代の娘と食べた際、娘が味がおかしいというので、 A さんは残りのハンバーガー1個を確認、赤い虫を発見した。 A さんは娘が2匹の虫をすでに食べた後だった、現在生きている虫1匹を保管していると話した。 A 氏の娘は虫下しを飲んで特に異常はないという。これに対して店側は問題の虫が出たことを認め、問題が起きた当日、該当の虫を見つけてレタスをしっかり洗った、虫が隠れているとは知らなかった、被害客に申し訳ないと話した。レタスは個人的に納品して使用、取引業者に問い合わせする予定、被害者と協議し必要ならば適切に保証すると釈明。2匹すでに食べた？は？